はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、ちょっと今これ撮ってるのがまだ場中のね、2時半ぐらいなんですけれども、今日のですね、マーケットを見ていきたいなと思っておりますと。で、えーと、日経金株価なんですけれども、今のところですね、39,227円、えー、少しですね、パ、え、ワーフアバイアスという形になっています。トピックスも、まあ、あ少し安くなってますね。今日もグロースがー結構調子良くて、まあ、これ本格的にちょっとグロースのターンね、えー、来てるかもしれないですね。えー、今日は0.6%プラスですね。 4.63ポイント、えー、プラスできてますので、まあ、このところでですね、やっぱりグロース、銘柄で、ちょっとピックアップとかもですね、僕もし始めているんですけれども、少し動きのいい銘柄ですね。グロースなら何でも上がってるってことではなくて、やっぱりテーマ性ですとか、あとは受給面ですね。そういったところで上がりやすいところっていうのをピックアップしていく、今そういう時期に来ているかなと思いますので、またですね、ちょっとサロンの中ではそういったのもね、共有させていただければと思いますと。 で、えっ、ー、と、2景品、キヨドで行きますと、まあ、今日はあんま動いてないんでね、あの、あれなんですけれども、特有エレクリックルート、ファナックエンティティデータ。ま、ああ、このところが、キヨードプラスになってますね。で、えぇ、ー、ミニアガ数122に下がりが100なんで、ま、ああ、五分五分というような形で、ヒートマップも青と赤が、ああまあ、混在しているというような状況ですね。まあ、ちょっと方向感はないなという感じで、なかなか、あの、今日もですね、あの、銘柄を絞っていかないと、えー、荷幅っていうのはね、取りづらいかなというふうな、そういった1日だったかなと。 思いますただ、デートレに関しては結構ね、あのー、ガンガン上がっていくような銘柄っていうのもね、今日もたくさんありましたので、今日は結構昨日と比べると全然取りやすい日だったかなという、そういった印象を持っております。 で、取りやすい中でもですね、えー、ちょっと今日見ていきたいのが、三井 E&S ですね、7003ということで、まあ、一気にですね、えー、この700円台のところですね、えー、結構注目をしてみていたんですけども、そこからですね、決算を受けて上に跳ねてっていう形で、そこからは、一気に水準停止がね、今行われているというようなところです。で、まあ、この決算からですね、もう一跳ねしてるわけなんですけども、まあ、この要因っていうのがですね、まぁ、あ、26日にもニュースになってますが、 米国ではですね、クレーンの国産化推進を材料しということで、密 E&S っていうのはですね、ここにも書いてあるんですけども、物理システムの中で、まあ、クレーンっていうのがね、あって、まあ、こういったところもですね、扱っている銘柄っていうことで、 まあね、総合的な、総合エンジニアリング会社っていうことになってますけどもね、えー、クレーンというところで、えー、まあ材料視されているってことですね。まあそれでこんなに買われるのかって言われると、うんっていう感じはするんですけども、まあ実際に買われているんで、えー、まあこういったところはデイトレイでもね、取りやすい銘柄になるのかなと思います。で、まあ内容としましては、バイデン大統領があ、公安施設とか設備に関するセーバーサイバーセキュリティ対策を強化する大統領令ということで、まあ、クレーン結構中国製が増えているらしいんですよね。だからそれを懸念して、えー、補助金も出します。 ますよということで、クレーンを国産化しようよってことで、まあ、三井アですもね、そこの注目目柄ということで、まあ、入ってきたというような形になっておりますと。 はい。で、えー、まぁ、あ、決算もですね、非常にいいもので、まあ、ずっとですね、ここは、あの、赤字ですね、ここ見ていただくとわかるように、この営業利益のところっていうのが、えー、ずっとですね、赤字でいて、株価も低迷して、一時300円とかになってたんですよね。それが、あまあ、ここのところですね、えー、去年、それからあ、来期ですね、来期予想あ、今期予想っていうところですね、えー、ここもしっかりと黒字できていまして、まあ、この黒字が定着してくるんじゃないかなというところで、一気にですね、えー、水準訂正。まだまだですね、えー、これは、あまあ、今年限りってことじゃなくて、 ですね 引き続き、その船舶の需要っていうところもついていくだろうってことですね。だ同時に名村造船もですね、えー、結構上がっていると思うんですけども、まあ、ここも同時にあの見ていくといいんじゃないかなと思いますね。どちらもデイトレで取りやすい銘柄にはなっているかなと思います。もちろんスイグベースでもですね、あのポジションの入れ方っていうのは気をつけた方がいいと思うんですけども、まあ、今のように出来高がね、あの続いているうちっていうのは、ま、スイングも一応やってもいいかなと思いますね。ただ、ここから中長期で持つってなると、ちょっとリスクは高いかなと思うので、あくまでも数日のスイングに留めたと 方がいいいのかななと、まあ、そんな風には思っていますで、えー、ちょっと今日もですね、あの、デートレーのこととか、あーまあ、制御のね、ところとかも含めてちょっと見たいところではあるんですが、まず月足からですね、見ていきたいと思います。 で、三井ですね、付、えー、突き足で見ていくと、まあ、結構横軸がですね、かなり意識をされているような感じで、まあ、一応下が330円で、その上のところが830円とかですね、まあ、ここがやっぱり少し揉み合ったラインだったかなとは思うんですけども、まあ、ここっていうのはですね、過去にも1回、2回と、そして、えー、降りてくる際もですね、少しレンジを作ったような値値値この830円ですね。だここのところで少し横で、横横で揉んだ後にですね、一気にグッと、今月足はえげつない足になってい いるわけなんですけどもでもこれやっぱり落ちてこないのは出来高がしっかりとあるからかなというふうに思いますでじゃあどこまで上がるのっていうことなんですけども僕は一旦ここ天井だとは思ってますこのあたりねでそれはなぜかというとここですね スキャッシュベースで見たときに、2050円、あるいは2100円のラインっていうのが、まあ、結構横軸では意識されるんじゃないかなというふうには思いますね。だから、ここにもですね、実はレンジの加減のね、あのところがラインがあったんですけど、これは簡単にね、あのー、ストップ中で、えー、抜けていきましたので、 まあこれ考えなくていいだろうという形で、今上冷えね、ここつけていますけども、一旦ここは、そんなにスッと一発で抜けれるところではないと思いますので、まあいずれ抜けるにしても、一旦ですね、横横の調整、あるいは少しですね、陰性を挟むような形で上がっていかないと、ちょっともう一個上は、すぐには難しいのかなという雰囲気を、今のところは持ってます。 で、週足ですね、えー。週足見ていきますと、ま、シュベースでもここですね。先ほど言った2100円。これがダブルトップをつけて、急落をしているので、まあ、この急落前水準のここのラインですね。なので、この2100円。あるいは2200円ぐらいのラインですかね。行ったとしても2200円。まあ、この辺のところっていうのが、まあ、一旦、えー、売りがあ混んでくるようなラインになるかなと思いますので、まあ、ここからですね、えぇ、ー、スイングをするっていうのは、アブが悪いっていうのは見てわかるかなと思いますね。上までの距離っていうのが近いってことなので、まあ、エントリーはあのいいんですけども、なるべくデイ で、仕切っていって、翌日ギャップダウンしたりっていうところをですね、引かないように気をつけるっていうようなね、まあそういった高値の水準になるのかなという風な感じ、感覚を持っておりますと。で、えっと、続いて冷やしですね、冷やしを見ていきましょう。はい。で、えっと、今日ね、まだあのちょっとこれ、場が引けてないので、あれなんですけども、まあそんなに変わらないとすれば、 一旦ですね、この下のところですね。やっぱこのラインはかなり意識されてますね。このストップ高の張り付、えー、いた水準。で、昨日も実体ベースでここまで戻して、今日も下ヒゲで確認ってことでいきますと、1750円のこのラインっていうのはかなり意識をされていますので、ここは撤退ラインに置いた方がいいかなと思いますね。これを下に割るような動き、1745円ぐらいを下に割るような動きが出てきたら、 ちょっと危ないということで、えー、撤退をするということで。まあ、下がね、あの、割と硬い分ですね。一応攻めやすいのかなと思います。で、えー、脇はですね、えー、つけていますけども、今日高値が2035円ってことで、まあ、もうちょっと上は余力があるのかなっていう感じはするんですけども、ちょっと日中足をね、5分足で見ていきますと、はい。少し、まあ、しっかり売りもね、こなしてきているんで、例えば昨日とかもこれ売りをこなしてから、えー、売りが枯れたところから上昇して引けていると。 で、今日は寄り付きからですね、えー、ぐっと上げていって、えー、下引きつけて、えー、売りをこなした後、スッと上げていって、まあ、その後もですね、えー、売りもしっかりとこなしながらも、そんなに垂れてくる感じって今の今んとこないので、なんとかっていうところであると思いますね。まあ、ただ、これ今真上で見えてるように、出来高だまりを真上に作っているということは、これより下で引けてしまうとちょっと上が苦しいというような感じになりますので、やっぱりこの辺は天井感は結構あるなと。 ような感じがします。なので、明日エントリーをするとしたら、これギャップアップしないとちょっと危ないかなと思いますので、まあ、具体的に言うと、この1 9 9 0円。まあ、できれば2,000円に入ったところぐらいからエントリーができるんであれば、スタートいいと思うんですけども、このね、レンジの中ですとか、このね、価学帯別的高のちょっと分厚いところの下、1,800円台に入ってきちゃうとかなり上が重いっていうことで、あまりエントリーをする優位性を感じないと。 いうことになってきますので、まあその辺のスタート位置からですね、明日は、あ、井アンドース、入るか入んないかっていうところは決めていったらいいかなというふうに思います。まあこれあと20分くらいありますのでね、ちょっとどこで弾けるのかってわからないですけども、これがちょっと下でぐる、あの、だらだらと下げながら弾けていくようであれば、ちょっと寄り付きは結構怖い感じがしますね。っていうところで、やっぱ年、ね、一的には確かに、あの、高値圏にはあるっていうことはありますので、まあ、そこはですね、あの、注意をしながらっていう感じですね。 それにしても今日の出来高はすごいですね。これで今8100万株あるわけですけれども、まあ、もうちょっと伸ばしてね、えー、行くんじゃないかなと思いますので、まあ、非常にやっぱ出来高がしっかりとあれば、この高い位置でも、えー、まあ、しっかりとですね、上昇っていうのは取れるよっていうことになりますね。で、それから、まあ、信用改ざんのところなんですけど、まぁもともとですね、あのー、結構あの改ざんがですね、多い銘柄でもあるんですよね。これ名村とかもそうなんですけど、 やっぱり結構個人投資家がですね、この造船のところ、あの、見ているんじゃないかなと思いますが。 一応見ておくとですね、157 15万株。いや、これだけ上がったのにもかかわらず、まだ改ざんが増えるっていう状況になってますので、需給としてはですね、あの、今は十分ね、もちろんこなせる状況ではあるんですけれども、これができだか衰えてくると一気に苦しくなってくるので、あの、あまりこっからスイングをするような銘柄ではないっていうところは一つ抑えておくといいと思います。期間のね、空売りもガンガン入ってきてますんでね、あの、需給としては、あの、別に全然お世辞にもいいような形ではないということですね。 はい。ということで、えー、今日はですね、えー、結構盛り上がっています。ミ i s e s 7 0 0 3ですね、えー、見ていきました。参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、いろいろ感想とかもありましたらね、コメント欄とかでも教えていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。